まあガーデンは済んだ。あとはナッツ。エピソードは最後の1回埋まらないのかな。まあここは苦戦させられそうだね。とりあえずね、ここは分かんなかったんで次行ってみましょう。くねくねビーチ。まあ、できるだけ自力ではクリアしたいんで。ゴール地点が、右上の画面の右下のあそこで、ミーがあそこ。まずミーをここを埋めます。でくるみを端っこに持ってくる。面白い動きしそうなのがここか。あれ壊れちゃった。1回だけかあそこ通れるの。あっちも足元なくなっちゃうのか。とりあえずここに最終的にぶち込んで、こういってこういってこういくと中にぶち込める。そのために、木の実をどうにかしてここのルートに持ってこないといけない。ためにはあ、こっから投げれないのか。投げれる場所も少ないんだよね。違うな、あれ下に投げに行けないんだよな。そもそも投げれる場所が少ないんだ。こうやって岩を上げてくる。弾が今度足りなくなるね、こんなことしてたら。まず先にこれいっちゃうと、もういきなり中にぶち込んで絶対クリア不可能になっちゃうか。こっちルートで岩を動かしてみる。そもそも投げれる場所がだいぶ少ないからね、今回。で、これで下に行くと玉突き事故にはなる。もう一発ぶち込むと、これでもう一個下で固定できてたらね、よかったんだけど。で、これでもう一個下だったらクリアだったんだけど。まあ、こうやってあそこの下に持ってくるのかな。そのために。あ、こうぶち込むじゃん、移動で。下、ほら、これで位置がご覧よ、ほら。ということでこんな感じか。じゃああれですね、1手目でこれをよし、いけたんじゃない、うん、足りるか玉。あそこの岩をどうにかしなきゃダメか。ここの岩をどうにかしなきゃダメだね、次は。となると一発足りないんだよな。あっ、いけたか。まずダメか、一発足んないか。これやるとやっぱり。順番的にね、先にこれをここに移動させておかないと、ね、これのこの位置を、これでここ1個使えたら一発弾が当たるから正解になるんだけどね。あいつが邪魔なんだよ。もう一発弾があれば。先にここ動かしちゃうとね、ここは埋めれるんだけど、あの位置に持っていく手段がなくなっちゃうんだよね。これはどけれるんだけど、これであれが1個下だったらこれでクリアに持っていけるんだけど。逆ルート。これも無理かな。いけそうなとこまでは来たんだけどね。1手目だけヒントもらえたらいけそうだけどな。まあ無理かな。グダグダになるんで、諦めましょうか。コロコロナッツの、8面。1手目。2手目。3手目。本当クリアになる？全然クリアになってる感じしないんだけどこれクリアなのマジで。ああ違うね、これ番号売ってるだけで、その後解説が別にあったわ。まずは2から岩を投げる、1から岩を投げる。3から岩を投げる。2から岩を投げる。あ、本当だ。3から岩を投げる。あれ何がずれてたんだろう。やってることは1手目の違いか。くねくね BC クリア。まあ1回前にこれも無理だったんで答え見ますか。これもまずこうやって生やす。こうこうもう一発。あ、本当だ。前やってた時どうやって迷ってたんだっけな、もう覚えてないけど。これ攻略がなかった時代どうやってクリアしてたのさあ、あと2つ。なんとか1つ、どっちか1つぐらいは自力でクリアしたいな。ふむ。ほい。下ろす。降りた。こっちには行けないよね。これ意外にでも最後逆側にぶち込む手段がないな。この右から3つ目に岩溜めていくのか。それでいってみようかね、まず。ここにぶち込みまくって、ほら、これを止めるやつができた。で、こここれもうクリアじゃね。ほら、こうやってこうやってもう一発ぶち込んだら終わりじゃない。楽勝だぜ。こう1個余ってんだよね。ただボコボコフォレストクリア。さあ、ラスト。くるくるキャッスル。よっ、全然わからん。とりあえず適当に投げてみよう。どういう動きするのかな。ふむふむ。そもそもあれだよね、この木の実を打てるところに落とさなきゃいけないんだよね。それを考えると、とりあえずいろいろ投げてみて、この辺を埋めて投げてみて、どういう動きするんかをちょっと理解しないと何とも言えない。で、この状態でこいつをぶち込むとどう動くんだこれ。下ろすことすらできんぞこんなの。で、下で打ち込める位置に落とす方法すらわからない。下に攻撃の仕方すらわからない。だからって正面からねぶっ込んだら砕け流。普通に考えてあそこがああなってる以上をこの左のね下から4つ目のあそこあれもでも打ち込むことできないもんな。正直解決の道筋すら出てこないんだけど。さあ一応止める位置はできたけどあの弾を打てる位置に移動させるということがそもそもできないんだよね。こうなるもんね。これ分かる気がしないわ。はい、ということでね無理です。マグはこう意外に1手目当たってたんだね。実はやろうと思ってたのと大体同じ動きなんだけど、うん、実はクリアできたかもしれないね。いや、こっからが全然違うか。うん、今ね、俺思ってたのはそうなのよ。ひたすらこれで、ここを埋めていって、これを打ったときに、これでもうクリア？はあ、なるほど。一つのやつで2個使う。2回。うん。まあ、クリアできなかったと思います。1手目、2手目あたりが合ってたってこと分かんなかったからね。おめでとうございます。コロコロナッツで全てのくるみをお家に届けました。ね。森のたしなみを制した者の部屋が追加されました。さあ、これで全部か？ストーリーモードは。エクストラは出なかったね。それではね、セーブして戻りましょうか。